マル TV。 これが最後のマヌル TV コールです。皆さん、なんか俺みたいなくだらない人間の動画を見ていただいて今までありがとうございました。一応この動画を最後に引退します。皆さん今までありがとう。結構楽しかったね。まあ一応振り返ってみると、まあ俺何も考えないで撮り始めたんだけど、まあもともとはね、なんかある程度発信力がないとダメかなと思って動画を撮り始めたんですよ。まあ要は日記を書くような感じで、まあ自分を変えようと思って、自分の日常生活をさらけ出そうと思ってこのチャンネルを始めたんですよね。でやっぱ結構変わった。この2年で相当変わったよ俺も。まあみんなそう思ってもらえるかわかんないけど、まあタバコ吸っちゃうからね。やっぱタバコはいいよ。まあタバコはまあ定期的に認知症にならないっていう論文が出てきて、その論文が出ると、いやいやそんなことないで、タバコ吸うと認知症になるでみたいな反論の論文が出てくるみたいな。いや結局もうね、現代医学なんかね信用すんなよ。みんな体が悪くなる方に誘導されるからね、現代医学は。多分体はタバコは体にいい、脳にいい。でもそういう体にいいことさせないようにして自分に利益を誘導する人たちの集合体なんですよこの世は。俺もう本当分かったんで、もう YouTube やめようって決意したのはそこなんですよね。もう医学なんてみんなそうだから、本当のことを言わないんですよ。要はデータなんてどういうふうにも改ざんできるんで、タバコは本当は体にいいのに悪いみたいにして、データの操作なんていくらでもできるからね。でもタバコは脳にめちゃめちゃいいです。これだけは実感としてわかる。まあそんなことはいいんですけど、まあこれ最後の動画なんで、まあお別れですね。みんな今までありがとう。みんなのおかげで楽しくやってこれました。やっぱり人間ね、やっぱり一人では生きていけない。俺一人でこんなに楽しく生きてこられたわけじゃないっていうことはよく分かってるんですよね。みんなのおかげですよ。まあこれからどうなるか分かんないけど、とにかく体がもう限界なんで、とにかくもう俺はもうなんか、みんなに幸せを振りまく余裕はなくなりました。今後、まあまあ俺ももう60歳ですよ、もうすぐ。これからとにかく自分、今までもう相当無理して生きてきたんで、これからは自分のために生きていこうかな、っていうふうに思います。まあ本当だったらね、家売って、仕事辞めて、なんか田舎で安い家賃のところに移り住んで悠々自適で暮らそうかなと思ってたんだけど、やっぱりそれって結構許されない状況になるんですよね。だって結局自営業って自分だけの体じゃないんですよね。やっぱりスタッフの人の生活もあるから、ちょっと俺もう疲れてからやめるわとも言えないんですよね。
スタッフさんの生活が路頭に迷わせるわけいかないから。だから俺も本当のこと言うと60歳で引退してもう自分のことだけ考えて生きていこうかなと思ったんだけど、やっぱそれがね、やっぱ日本人としてダメだよそれ。そんなことしちゃダメ。まあスタッフもそうだけど、俺のこと信頼してお店に来てくれる人たちがいっぱいいるんだなってことに最近気づいたんだよね俺。今までそんなに重要視してなかったんだけど、それだったらもうやるしかねえなと。だ人間引き際が肝心とか言うじゃないですか。だそれって引き際って自分で決めるもんじゃないんだなっていうことに最近気づいたんだよね。自分の引き際は、まあ要は仕事中に心筋梗塞で倒れて救急車で運ばれた時が引き際だなっていうふうに俺覚悟を決めてるんですよ。最近そうなったんだよね。去年ぐらいに気づいた。多分俺はそういう生き物なんだなって。無ー、まあその時生きてた場合は誰かお願いします。いや俺は結構夜中心臓が痛くて最近起きたりとかしてるんで、多分そんなには結構長くはやれない。ほら70歳で、あそこの歯医者で1時間に10人とか来るような状態で、あそこで立っていられるのかどうかはわかりませんが、一応俺は逃げるのはやめる。もう、倒れるまでやるっていうことはもう決めました。もうしょうがない。他にね、もう相当探ったんだよ。だからもうあそこやめて、相模原に移転しようかなとか、いろいろ考えたんだけど、めんどくさい。もう、めんどくさい。めんどくさいし、まあ、家のローンとか別にもどうでもいいじゃないですか。死ねば終わりだから。まあ、じゃあ新年早々、本当申し訳ないんですけど、なんか年明け2日働いたらもう、体が限界に達して、まあ明日、明後日連休なんで、まあ回復させようと思うんですけど、まあ結局、こう日本人だからそうなのかわかんないけど、死ぬまでやるしかないなっていうことを悟りました。ただ、パフォーマンスは落ちていくかと、可能性あるんで、それは落ちるでしょ。老眼で目も見えなくなって、手だってあんま動かなくなってきてんのに、みんなずっと同じパフォーマンスを期待してくるし、で、なんか、あそこいい、あそこの歯医者いいわよとか言って、どんどん来るわけですよ。それ対応できるわけがないんですよ。まあ結構俺も逃げ道をいろいろ探してきて、まあ結局パフォーマンススピードを上げるしかないっていう結論に達してずっとやってきたら、やっぱり細かい事故とかがあるんですよ。まあ相手は気づかないけど、まあこれダメだなと思ったんだけど、最近になって俺がもうなんかもう、あこれ俺もダメやってっつって、もうなんか待合室に10人ぐらい溜まってて、すっごい大変なことをやんなきゃいけない状態になって、心拍数が170ぐらいまで上がって、でやった結果結局失敗したんですよね。だから俺すっげえショックで、で、まあ、結論としては俺も多分もう限界に達しました。職人としての限界に達しました。というわけで、どうしたらいいのかちょっとわかんない
状態にはあるんだよね。まあ一番理想としてはお客さんが半分いなくなってくれたらもう全部解決なんだけど、来んなとも言えないんですよ。来るなっていうのはなんか法律でなんかダメらしいので、来るなとも言えないです。まあ要はタクシーとか一緒だよね。拒否、乗車拒否すんのお前みたいな、それもダメみたいな感じになるじゃないですか。そうした時にまあ一応腹くくったんですよ。俺も倒れるまでやるわと、倒れるまでやるんで、その代わり仕事以外のことは何もやらない。そう、家の掃除とか家の掃除とかやらないから、俺はもうそれぐらい腹くくったからね。もうただこれおすすめ商品、今日ご紹介するのはこれなんです。これね、今のところかなりいいですね。これね、俺の YouTube の最後の動画なんだけど一応醤油、おすすめ商品紹介しようかな。こういうのがあって、これフィルターついてるんですよね。で、一応掃除してゴミが入って、これフィルター水洗いして乾燥させればしばらく使えるっていう。で、ここにまあこういういろんな種類のがあるんですけど、まあこう、ちょっと待って。これ結構ブーの毛とかも取れるんで、あ、いっちゃった。でこっちはほらほら、あ、スイッチ、さすがにスイッチかないか。でまあこれ取って反対側にね、これをちょっと感動したのがね、あれないな、まあないんだけど、こっから吸ってこっから出るじゃないですか。ここに細い管をやることにより、こうやるとこう、あのダスターみたいな感じで、あ、これあったあった、これこうやると、うわ、おー、ダスターみたいに使えるんで、これ結構いいですよ。いろいろ使えます。で結構最近になって足元とかこれで掃除するようになったんで、俺が紹介する最後の商品はこれです。いいと思います、これは。ということで皆様今までありがとうございました。まあ本当にまあいろいろ楽しかったかな。楽しかったですね、本当に、うん、まあ本当にもう限界まで余裕がなくなったんで、まあ一旦このチャンネルはこの動画をもっておしまいです。ただもしかしたらまた音楽とかやりたくなる可能性もあるじゃないですか。その時は人知れず全く別にチャンネルを作ってあげていこうと思います。というわけでみんなと会えるのはこの動画が最後なんで、本当に今までありがとうございました。本当に楽しかったです。やっぱ人間ね、永遠に生き続ける生き物じゃないんで、俺もそろそろっていうかね、いろいろやらなくちゃいけないことがたくさん出てきたのもあるんですよね。今のままじゃなではちょっといろいろ、まあ今まででもそうなんだけど、まあ一応マヌル TV で楽しそうに生きてる姿だけでも見せておこうかなと思ったんですけど、まあそんな余裕すらもうなくなってしまったんで、まあこれからは皆さん自分で楽しい道を見つけて生きてってください。まあ俺はちょっともうお前ら助けることはもうできなくな
余裕がなくなったんで、というわけで本当に今までありがとう。今日これでマンドラ TV をおしまいにします。今までありがとうございました。ありがとうね、本当に本当に楽しかったです。じゃあ。